ベルビル・ランデブーは、シルバン署名監督による二千二年の初、長編アニメーション映画である。人物や街、船などの描写に、その性格や特徴を際立たせるため過剰なまでのデフォルメが加えられていることが、作品の特徴の一つである。第二次世界大戦後のフランス、一人寂しい孫の、シャンピオンを元気づけようと、シャンピオンのおばあちゃんは、流行りの芸能を、 テレビで見せたり、ピアノや犬のブルーノを与えたりするが、シャンピオンの心はどこか上の空。ある日、おばあちゃんは、シャンピオンのベッドから自転車の写真や新聞記事が、スクラップされたノートを見つける。そこでおばあちゃんはシャンピオンに三輪車を与えたところ、彼は、危機として、それを乗り回すのだった。それから何年も月日が経ち、シャンピオンはツールド・フランスへの出場を目指して、 おばあちゃんと共に地道なトレーニングを重ねていた。念願叶って出場したツールドフランスだが、大会中にチャンピオンと二人の選手が、マフィアの罠にかかり、連れ去られてしまう。ブルーノの活躍で、それに気づいたおばあちゃんは、チャンピオンを追って、大海原を渡り、大都市ベルビルにたどり着く。おばあちゃんとブルーノは追いさらばいたかつての人気歌手トリプレットたちの助けを得て、 チャンピオンの救出に奔走する。スペクタクルミュージカルでトリポレットデベルビル団のウエストのトリプレットたち。ありがとうございます。